どうも、ハートブリッジパーソナルトレーナー兼フィットネスインストラクターのゆうたです。今日も YouTube 動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今日もですね、モーターコントロールエクササイズで体幹部分のエクササイズをしていきます。で、今日はですね、僕が一緒に数えながらやっていきますので、ぜひ一緒にやってみてください。ではまずですね、ボールもしくはクッションでも OK です。この、仰向けにいた状態で少し床を腰で軽く押します。その状態からこの 足ですね、膝と肘にボールを当ててもらって、ちょっとこう軽くグッと、拮抗させていきます。この状態から足を持ち上げて、手も持ち上げる。このまま5秒間キープします。1、2、3、4、5やって、そして逆足にチェンジ、これをやっていきます。はい、でこれですね、やっていきながら肩とか力が入ってしまったり、あと足にも力が入ってしまうと良くないので、できるだけこの部分で動けるようにチャレンジしてみてください。5秒間、5カウントを6回今日はやってみたいと思います。はい、ではいきましょう。仰向けの状態で腰で床を押しましょう。その状態から両足を少し上げて、膝にボールを組みます。ではこの状態から5カウント、1、2、3、4、5、足と手をチェンジです。2、2、3、4、5、もう一度3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5、6、2、3、4、5。はい、 OK です。いかがでしたでしょうか。結構ですね、これをしっかりできるとお腹周りがかなり効いてきます。あとは体幹部分がしっかり、その部分が、なんていうか、ちゃんと安定した状態で動けていることによって、立った状態でもその安定して動けるようにつながってきますので、まずは寝た状態でこれができるようにやってみてください。はい、では今日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。